どうも熊田です。今回もここ最近の声優ニュースをピックアップしました。早速どうぞ。9月14日、声優明坂さとみさんが最後のお手紙、深夜にすみません、ご報告と気持ちの整理ですというツイートをします。ブロマガへのリンクがあり、そこには明坂さとみさんの愛病であるナズナについて書かれてました。11日午前4時頃、ナズナが亡くなったそうです。10歳2ヶ月でした。病名は不明で突然死のようだったと。9日の夕方、明坂さんが仕事から帰宅するとナズナは嘔吐、おもらしがあったそうで、そのまま病院へ行き検査入院します。翌日検査結果に問題はなく、吐き気止めだけをもらって夕方には帰宅ですが、夜になると再び体調が悪化、病院へ向かう途中に呼吸が止まって心肺停止に。懸命に呼びかけ、一度は心肺が戻り意識もはっきりしたそうですが、その後再び昏睡状態に。そのまま目が覚めることはなかったそうです。ナズナとの出会いは10年前で、スタッフの知人が猫の飼い主を探しているという知らせを聞いたことがきっかけでした。大切な家族が突然いなくなることの悲しみは計り知れないと思います。ナズナさんのご冥福をお祈りします。スロースタートの一ノ瀬花や8月のシンデレラ9、篠ノ目涼などで有名な声優近藤玲奈さんが時間解放症を患っていることが分かりました。症状は前々からあって、耳の違和感を感じながらもお仕事を続けていました。時間解放症とは、耳と鼻、喉をつなぐ時間が開きっぱなしになるために起こる病気で、耳が塞がった感じがしたり、自分の声、自分の呼吸音が耳に響いたりするそうです。なってみないとわからないんですけど、精神的に相当きついみたいです。近藤玲奈さん、最近になって症状が悪化してしまったようで、今は治療を続けています。幸い日常生活に支障はなく、今後も声優としての活動は継続できるということです。とはいえ、ライブパフォーマンスの活動を一部制限するということで、10月開催のシャニマスライブの出演を見合わせることになりました。シャニマスではカズの日和役です。治療で少しでも症状が緩和されることを祈るばかりです。9月14日、慶応義塾大学で行われた情報処理学会電子情報通信学会での論文の表彰式で、声優小岩井小鳥さんが関わった論文が最優秀賞を受賞しました。めでたい。論文のタイトルは、レアなモーラを含む日本語歌唱データベースの構築と基礎評価です。この研究を超ざっくりまとめると、歌声合成ソフトをより高度なものへと発展させることという感じじゃないでしょうか。多分間違ってたらごめんなさい。興味がある方は論文を読んでみてください。説明欄にリンクを貼っておきます。ラブライブスーパースター葉月恋役で知られる声優青山渚さんが9月19日発売の週刊ヤングジャンプ42号に登場し、グラビアを披露している。一冊のグッズとして切り離せる8ページの小冊子ということだ。青山渚ファンなら今すぐ書店へ GO。 いや待つんだ、まだ焦るような時間じゃない。どうやらデジタル版の購入もできるそうだ。説明欄にリンクを貼っておいた。青山渚さんといえば、目覚ましテレビ今時ガールを務めたり、ファンから彼女にしたい声優と称されたりと、その人気は絶大だ。え、お前はもう買ったのかだって。愚問だな。この俺が9月14日、声優岡崎美穂さんがこんなツイートをしました。昨日今年初めて蚊に噛まれました。あまり蚊に持てないので、ちょっちゅう嬉しくて放っておいたら5箇所プクってなりました。痒い。これに対するリプ、モテ期到来。いらんわそんなモテ期。ですがこの前日、伊勢マリアさんもこんなツイートを。昨日と今日で蚊に6箇所刺されてる。痒い。これは一体何を表しているというのか。それにしても美人女性声優の血を狙う蚊が現れるとは。転生したらモスキートだった件もあるかもしれない。9月11日に声優おきゃゆりょうたろうさんがこんなツイートをして話題になりました。関係者席らしきエリアで携帯電話を鳴らす人、2時間のうちに7、8回スマホを高校と光らせる人、どういうつもりなんだろう。高いチケット代を払って舞台を見に来てる方々の貴重な時間を台無しにする行為、あー恥ずかしい恥ずかしい。自分も気をつけよう。スマホを光らせる人はたまにいますけど、いや鳴らす人ってのはよっぽどだね。油断しすぎなのでは。言ってやってくださいよおきゃゆさん。油断せずに行こう。始まる前に電源は切っときましょう。9月11日、中村優一さんが最上嗣夫さんと一緒にスプラトゥーン3のライブ配信をやりました。レギュラーマッチで縄張りバトルです。ゲーム開始時、教えてやるよお前らがどれだけ強いかを、というとんでもなくかっこ悪い、でも中村さんが言うとかっこいいから困るセリフからスタート。配信タイトルがスプラ2までを秒でリタイアだったので、どんなもんかと思いきや思いのほかボコられてました。この配信を知らずに中村さんたちとマッチングしたプレイヤーからは、レギュラーマッチで中村優一いるんだけどってなります。結果ツイッターで、本物ですかって声が多すぎるからこれ見て確認してくださいとツイートする羽目に。関係ないですけど、配信途中中村さんが慌てて開いたメニュー画面にゼノブレードとゼノブレード3のタイトルがあって、なんかちょっと嬉しかったです。今年10月から放送されるアニメうるせえやつらですが、声優さんたちが続々と発表されてきましたね。こちらを見れば分かる通り、かなり豪華な顔ぶれです。元祖うるせえやつらは1981年から86年まで放送された大人気アニメ。俺自身も再放送やネット放送で何度も見ていて、それでいて2022年版の PV を見た上で
で感想を言いますと、当時を知る自分としても違和感がなくて、それでいて良い意味で新しいキャストさんらしさもあるというか、いやーすごいよね。序盤中盤終盤隙がない配役だと思うよ。まあとはいえね、賛否両論もあるようで、中には新人声優を育てる気概がない気がするといった声も一部ですがあるようです。ネットではアラサー世代に刺さるキャスティングという言われ方もしているようで、まあせっかくアニメを一新したんだから声優さんたちも若い世代を起用すればいいじゃんという考えもわからなくはないですけど、こんな面白いツイートもありました。確か当時ランマの声優さんが新人ばっかりで、発表当時めちゃくちゃ叩かれてた記憶が、うるせえ奴らとメザンのキャストを使え的な過激派がギャーギャー言ってたみたいですよ。今じゃ皆さん一流の方ばっかりですもんね。そりゃまあ大物を使おうが新人を使おうが賛否両論は当然あるわけですよ。ちなみに諸星あたる役の神谷博士さん曰く、2021年にオーディションがあって指名ではなかったそうです。仙台あたる役の古川俊夫さんは同じ事務所で、絶対この役は誰にも渡したくないと思ったとか。やるじゃない。いやー今週の週刊ヤングジャンプやばいね。とんでもない作品が掲載されてます。その名もオナキンエスパー、生死をかけた青春 SF だそうです。主人公の名前はマスタベシオン、中学2年生。オナキンした日数に応じてエスパーの力を発揮します。これだけで読む価値があると思うんですけど、面白いのが所々エヴァのパロディみたいのが出てくるんですよ。ネットでは汚いエヴァンゲリオンという声もあります。すると声優尾形めぐみさんがこんなツイート。これはなぜみんなが読めと勧めるのか最初のページで分かった気がする。実際に読んでみてほしいんですけど、作中でこんなセリフがありました。出しちゃダメだ、出しちゃダメだどっかで聞いたことあるような言い回しだね。これアニメ化したら主人公を演じるのは尾形めぐみさんで決定だね。もっとも彼は我慢できなかったようだけど。